皆様こんにちは、あずみです。この間ライブでもお伝えしたんですが、スマホケースのリベンジしていきたいと思います。もう前回作ったやつはね、もう大失敗。まあ今じゃね、もうちょっと犠牲者になってもらっちゃってるんですけれども、それでも使い心地はどうなのか、また何かね別にダメなところはないかなと思って使っていました。まあケースというよりもジオンマークを身につけていたいっていう、そんな時に友達とコメダにお茶しに行ってきたんですけれども、その時スマホのケースを友達に見せたら同じのが欲しいと言われたので、またリベンジしていきたいと思います。ということで、前回の失敗を反省して皆さんにコメントで教えていただいた4つのことを取り入れて実践していきたいと思います。まずは、刻印を打ち込むときは下敷きに御影石を敷いた方がいいということ。これで刻印をしっかりとレザーに刻めるようになるそうです。次に、レザーが伸びないように養生テープを床面に貼ること。これは伸び止めテープの代用です。安くて手に入りやすい素材、おそらくどこのホームセンターにでも売っていると思います。そして最後に、ポケットを取り付けるときは両面テープ、これを使った方がいいということ。ポケット上に固定して糸で縫い付けるので、ボンドで接着するよりも両面テープで固定しておいた方が後々メリットがあるみたいですね。で、ボタン部分をマグネットにしてみます。前回の留め具はジャンパーフォークを使ったんですけれども、今回は新しく磁石を使ってみようと思います。以上4点の改善点を踏まえて、お友達のスマホケース作っていきたいと思います。そして今回はプレゼント用で皆様の分も作ります。 iPhone6、iPhone7、iPhone10、 Xperia の S003H。 Xperia は予備でもう一つカバーを買っていますので、失敗しなければこちらもプレゼントにしようと思ってます。 Xperia がプレゼントになるかどうかはエンディングでわかりますので、皆様最後までお楽しみください。それでは作っていきます。安住向上委員会。はい、それではボーダーラインつけていこうと思うんですけれども、今回はディバイダーを購入しました。これガンプラの筋彫りにも使えるから今回思い切って買っちゃいました。それでは早速引いていきたいと思います。はい、それでは安住向上委員会のロゴ、これ毛がけたのでツーベルカッターで後つけていきたいと思います。それでは刻印打ち込んでいこうと思います。
住工場委員会。工場委員会。はい、今マグネットフォークを取り付けたところなんですけれども、 iPhone7 にご応募された方、もしくはしようとしてくださっている方、申し訳ありません、生贄になってしまいました。前回ジャンパーフォークにしたんですけれども、コメント欄で教えていただいてマグネットだったらいいかなと思って今回マグネットにしてみたんですが、これ横から見ていただくと分かると思うんですけれども、かなり分厚いんです。ちょっとあまりにも分厚すぎてダサいので、これ変更します。ここからジャンパーフォックにしていきたいと思います。で、ジャンパーフォックに変更するんですけれども、傷とかは隠れる部分ではありますが、見えてしまうかもしれないです。その時は素人が作ったものだと思って多めに見てやってください。それでは変更していきたいと思います。他のケースに関してはジャンパーフォックでやっていきます。ポケットを縫っていこうと思うんですけれども、コメントで両面テープで固定するといいですよって教えていただいたので、今回両面テープ使って留めていきたいと思います。
安住向上委員会。はい、ということでスマートフォンのケース出来上がりました。実はですね、友達のよりも先にエクスペリア皆様の分作っちゃいました。というのも確認事項がありまして、まだその確認取れていないので、もう先に作っちゃえって言って作っちゃいました。ということで今回プレゼント企画にエクスペリア参戦ということなので、皆様どうぞよろしくお願いいたします。そして iPhone7 の皆さん、本当にごめんなさい。一箇所だけ傷が見えてしまいました。一応ボタンで隠れる場所にはなっているんですけれども、完全に私のミスです。本当にごめんなさい。レザークラフトをやっていると反省点だったり改善点だったりいろいろ出てくるんですけれども、そういうところ一つ一つ直していって、少しでもいいものを作ろうと思います。皆様これからもどうぞよろしくお願いいたします。そして今回教えていただいた三影石に養生テープ、両面テープなんですけれども、まず三影石、一番わかりやすかったのがボーダー刻印です。前回は2回3回と打たないと全然後になってくれなかったんですけれども、今回ほぼ一発でした。いやー、もう時間短縮になるし本当に嬉しかったです。そして養生テープ、前回はねもう本当にひどいぐらいに伸びていたんですが、今回も多少伸びてるかなっていうぐらいでほぼ伸びはなかったです。前みたいに落ち込むこともなくなりそうです。そして、両面テープなんですけれども、前回はねもうほんとボンドがはみ出してしまってすごい汚いことになってたんですけれども、今回すごく綺麗にできたと思います。皆様本当にいろいろ教えていただいてありがとうございます。これからもコメントお待ちしております。いっぱい勉強していきたいと思います。そしてプレゼント企画の方なんですけれども、25日消印有効なのであと5日となっております。皆様お早めにご応募ください。この動画を見ていいなと思っていただけた方、グッドボタンを、チャンネル登録お済みでない方はチャンネル登録お願いいたします。それではまた見てください。ありがとうございました。